ちは。7月も半ば、ほぼ半ば近くなった7月の13日の月曜日、今週も新しい週がまた始まりますね。まあ、この終日のこの聖書の言葉は、今日はあのイエスの福音の中に、何度か出てきます、そして非常に印象深い言葉でもある、私は地上に平和をもたらすために来たのではない、そう思ってはならない、むしろ戦いだという、平和ではなく剣だという、こういう箇所ですね。まあ、皆さん、これをどう受け止めればいいでしょう。私たちの信仰生活あるいは人生にとってですね、ある17世紀の、ユダヤ人の哲学者は、ある政治論集の中で、平和とは戦いなきことにあらずという有名な言葉があります。彼はその意味についてもそこで論じてるんですが、今日はそのことについて、そのこと、その彼の論じてることについて話すのではなくて、あるキリスト教の説教者ですね、がこのテーマについてとても面白いことを言っているので、少しそれについて大事なところを言って、そのことについて僕は思うことを最後に述べたいと思います。その14世紀のドイツ神秘思想の、成立を可能にしたこの人はですね、次のように言ってるわけですね。私たちが平和な状態を、前提にして、前提がそう、平和な平穏な状態、そこからまた再びそこへ戻っていく、それは悪いことではない、悪いことではないが、信仰の意味から言うと完全ではないと言っているわけです。私たちが、たまたま日常何事もなく平穏で平和な日本にも長く平和ボケとも言われますが、平和な状態が続いて、それがちょっと危機が生じてきた時に元の平和に戻っていく、あるいはその同じような平和の状態をまた夢見るということは悪いことではないが、十分ではないと言ってるわけです。私たちはこのウイルス感染に悩まされているこの状況で、またかつてのような生活に戻ったらいいなとみんなも思うんですが、それは悪いことではありませんが、この説教者はそれは十分ではないというんですね。そうではなくて、彼は絶えず私たちは後のものを忘れて、ただ平和である神自身のうちに走り入りなさいというわけです。神のうちから私たちが一歩外へ出てしまうと、神は生ける命の脈動ですから、神から外へ出れば出るほど私たちから本当の意味の平和は逃げていきます。神のうちへ走り入ることができればできるほど、真の平和が私たちの生に訪れるということですね。このことを彼は、絶えず平和のうちに走り入りなさい、平和そのものである神の懐に走り入りなさいと言っています。さらに彼はもう一つ言っているのは、平和のうちに走り込むということは、神の場は常に天のように回っているのだ、あなたの人生がその回っている、絶えず動いている、そういう天、生きた天のうちに絶えず天が回り続けているように、あなたの生も戦いもあり苦難もあり試練もあるが、絶えずその生きた命として回っている、そういう神の場に走り入りなさい、そこに魂の平和があるというわけですね。そうしますと、やはりキリストの言葉も、私はただ平穏な安易な平和をもたらすために来たのではなくて、私たちが人生のいろんな試練や困難を、戦いを通して誠の平和が深まっていく、これは
キリストが与えようとしている本当の平和かもしれません。この世が与えるようにではなく、私は私の平和をあなた方に与えるというのは、キリストの最後の晩餐の弟子たちの言葉でした。エフェソ書、パウロの、第二パウロですが、エフェソ書も誠の平和であるキリストのうちに私たちはあらゆる違いや民族の違いやその他いろんな違いを超えて一つになるのだと、誠の平和であるキリストのうちに一つになる、そういう平和を私たちは、いわば私たちの人生の戦いや試練を通して、そういう平和が私たちのうちに開かれてくるように、そういう神の恵みと慈しみを願いたいと思います。この1週間も皆さんが、神様の大きな恵みと導きのうちに誠の平和へと走り行っていけますように、そういう願いを込めたいと思います。はい、それでは今日はこれだけにします。どうもありがとうございました。